こんにちは、かくすけです。こんにちは、トイレットペーパーです。はい、チッピーとノッポー続きをやっていきましょう。はい、と二人でいよいよなところまでやってきてます。残り3つですかね。3つ、あ、ですね、うん、よし、今回終わるかは分かりませんがねえ、どうなんでしょうね。いや、でもミルクパズルか。うん、ミルクパズルって知らないっすね。あ、知らないですか。なんか宇宙飛行士の試験とかで使われる、はい、全部白のジグソーパズルです。あー、ダメなやつだピラミッドパターンじゃないですか、これ。パターンじゃないですか。いきますか。はい。真っ白なミルクパズルは宇宙飛行士の訓練で使われることで有名です。そうなんですよ。この製品も白が多いので難しいですが、作れたら宇宙飛行士も夢じゃないかも。うわー。うんうんうん。まあもう宇宙なんですけどね。ね。あれ？宇宙服か。あー。あ、なんかちょっと色がある。ちらっと見た気もするな、前回。あ、そうでしたっけ。いや、あれ、我々だけかもしれないです。あ、なるほどなるほど。宇宙服か。まあ色がありますね。うん、ちょっとだけありますね。ですね。あまりパーツさえなければ、あ、これ一緒のとこ行かないとダメか。あ、そうですね、確かに。一緒のとこに行かせるのは初めてのパターンですね。あ、OK でーす。これを踏むと、あー、なるほど。あと2個。よし。置いて。うん。まあいいんじゃないですか。取れるから。で、上行きまーす。はーい。あ、ごめんなさい、私がまだいたから。あ、なるほど。回しますね。はい。あ、確かに回せばよかったのか。くっつけないように注意です。置くとき、そうです。うん。あ、でも元に戻すボタンすぐそこにありますね。あ、本当だ。よし、オッケー。うん。よし。次こっち。はい。あー、ビーってなっちゃいました。ちょっと移動が遅いもんで。よいしょ。あ、でも重いのないのって本当に。確かに。一個もないですね。そうなんですよね。そう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 、裏で前回ね、なんか星2つになった分を、あ、そうだ、はい、3つにしておきました。なのでね、はいはいはい、今のところ全部星3つの状態ってことですね、うん。 あのミスは、はい、ね、まあ、しょうがないですもんね。色についての指示がなかったやつなんでそうそう、あ、違うな、1個私のミスがあったな。あれ、なんかありましたっけ、いろんなやつと。車のシャーシー計算ミスってた。ありましたね、シャーシー忘れてた。それはね、もう完全に信じましたから。ちょっと二重チェック必要でしたね。よいしょ。うん、チェックが必要でした。はい。うん、ふんふんふん。おあ、そうか、いけた。詰まった時はこうすればよかったのか。正面に回して、うんうんうん、頭から作りますか、はい、やっぱそうですね。あ、それ頭っぽいっすね。ですね。丸っこいのをとりあえず集めて、あ、これも頭だな。うんうん、余りがなければ。うんうんうん。あー、入っちゃった。切ったり塗ったりはなし。うんうん。丸っぽいのはこんなもんかな。
囲むように丸が、それは型っぽいですね。ああ確かにね。うんうんうん、丸みの数的に、あ、これ正面、足もあるのか。そっかそっか、これが正面だからこの2つは足ですか。うん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 。でこれが来て、これが来て、あ、もうやっちゃっていいと思います。ここはよいしょ。これは違うな、肩だ。後ろ側、あ、ごめん、回します。どこだ、あれ、丸、角っこの丸はあります。角っこ回しましょうか。ま、回しますね。はい、あ、ないな。あれ、え、あれ、どっかまだ隠れてんのか。隠れてます。ん、あ、後ろ絶壁だ。後ろ絶壁だったまさかそうなのか難しいな、逆に操作に。そうか、そうか、そうか。このガラス面って回します。はい、ガラス面はこれで全部、あ、前側だけですよね。うん、あれ、ガラスは、あ、ガラス、それでもうか、うん、あ、ですね、ガラスはもう確定なんですがただ後ろの絶壁の部分がわからないですね。うんうんうん、こういう形か。うん、ちょっと、あ、あ、違うか、これ2つあれば、あ、確かに2つあればいけるけど、あ、これありました。お、いいのかわかんないけど埋めてみますか。わかんないけど、そうですね。はいはい。うん、で左右に耳がありますね。何色だろう、白か。白、もう一つ縦2個のやつあります。あ、ない。あ、あった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 、よし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 。あ、違う、あれ、あー、あ、ありました。ないですか。それ違う、それでだと思いました。あ、なるほど。あれ、じゃあ間違えましたね、きっと。これはきついぞ。なるほどね、ミルクパズルっていうのもうなずけます。なるほど、納得あー、いや、ここまで一旦落としますか。前側回ってるか微妙に感じてきましたよ絶壁とかなるとこれもありえますからね、うん、絶壁になると後ろが、これをここに置くっていう。あ、でも形的に違いましたっけ、もとも違ったような気がしますね。そうですか、なんかガラスとかくっついてなったような。ちょっと見てみます。あ、そのサムネだけ。あ、オッケーです。あ、これ、あ、これですね、ちっちゃいけど。あ、本当だ、くっついてますね、うん、確かにくっついてるから。うん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 、うんうん、ここは、ここまでは大丈夫じゃないですかね。大丈夫、大丈夫そうですね。こういうのが、こっちに来るみたいな、うん、そういうのが、そのパターンで、なんか、そうすると、そうすると、ここが4つになって、4つになって頭が1個か。うん、あ、そうなると、縦棒があるんですよね。縦棒がありますね。縦棒がこうなって、はい、あいろいろ可能性はありますね。横棒はないのか。横棒はこれ、ここに3つ、3つの棒が。ああ、3つがあるのか。あ、でも3つを置いた場合は、ない気がする。あ、でも、確かに。うん、ないですね。1マス、1マスのやつとか置かないとダメですもんね。うん、そうですね。1マスないですもんね。うん、なんか横にしか、縦の
厚みがないやつをまとめると、うん、これとこれとこれとこれの4つだけなんですね、うん、そうなるとあ、横棒あ、横棒終わったよく見つけましたね。あ、それもあるのかこれもだ結構ある。これはミルクパズルだな。あ、こう来てこう来てこう来て、あーこう来て、お、これが上に上げに来て、うんうんうん、で、2マスで下埋めて縦2個。あー、なるほど。1パターンできます。1パターンですね、はい、パターンね。ちょっと下の方にも影響あるから。そうなんですよね。あ、ここ行っちゃった下の方との兼ね合いも、この横にマスという便利なものを使っていいのか、横にマス、縦にマスという、縦にマスで、背中がバックしょってるんですよね。白だよな、当然。はい。で、肩はこの丸っとしてるのに間違いない、うん、あ、もうつけちゃいます。ジャンプを、お、お、ナイス。こうで、あ、間違えましたもうちょいでしたはい、ここか。はい、 あ、上げてしないとダメですね。一旦離れましょう。あ、そういえば下げできるようになりました。あ、ピンポンが来ました、すみません。ちょっと、あ、了解です。宅配便出てきますはい、見よ。はい、こ、見よ。こ、あれ、あれ、あ、揚げができてないんじゃないですか。よし、お願いします。行きます。はい、ほ、わ、はい、ひっつきくす。あれ、またなんか持つとこが変わっちゃうんだよな。いやーね、一斉のせ一斉のせこれも台に乗った方が早いやつじゃないですか。あ、なるほど重そう。一回手伝いで、よし、 OK です。あ、私話しますね、一回。はい、よし。あ、お、ここかですかね。ですね、そうですね、うん、はい、 OK です。はい、よし。もうちょっと迷ってます。あ、ありがとうございます。はい、背中か。背中な、背中は厚みも出してくるやつですよ。そうですね。正面どうなってんだ。正面も白が一部あるのか。あー、そっかそっかそっか、そっか。青、そこ胸で、左胸ですね、うん、そっかそっか。色部分だけでも最初に埋めたら分かりやすくなるかな、うん、あと丸っぽいやつは胸部分ですね、前の。そうですね、ですね、うん、絶対そうだ。 で下も肩、あ、そっか、肩、あ、それは、うんうん、肩ですね、きっと。こう来る肩ですね、うん、そうなりますと。はい、で、これが足か。これが足ですね。うん。腕もあって、で、下側はどこだ？あ、あ、それ足か。あ、ごめんなさい。あ、これは。あ、それか、下側。これが、どこだ、どこだ
それ真ん中か真ん中の可能性もあって、あーそっかそっか、ん？回しますね。真ん中の可能性、真ん中か左か、あーそうですね、真ん中か左右足の付け根、あー左の可能性ないですか？あれ回したらもうそこ埋まってません？あ、本当だ、この本当だ、持ってるところが本当だ。じゃあ真ん中か右足か、うん、ちょっと他の探してみますか。でもそこの右足の付け根それですね。じゃあ、ま、じゃあ真ん中だ。はーい、うんうんうん、そこ、あれ、ええな、なんてあって、あ、いや、いや、あと1、あと1マス、あってないですよね。あれ、そんな、いや、あってないですね。まあ真ん中であることは違いないですけど、違う違う違う、真ん中あと1列あります。もう1個1段か、1段ありますね。そうか、うん、危なかった。あ、でもこれは足ですね。足の左足の後ろ側がこれですね。どうされました？固まってますよ。え、これ足じゃん。右足の可能性ってないんでしたっけ？右足の可能性は付け根がこ、本当だ。左、あ、付け根、でも右足は、でももう埋まってるから、あれ違う、あ、違うや。分かんなくなってきた。右足の可能性ある気がします。うん、すみません。あ、いい。すみません。ってことはこれも右足の可能性あるのか。あー、そっかそっか。一段分間違ってましたもんね。そうですね。そっか。うーん。手はどうだ。手は変わらずか。手、逆に手はどうでもいいのか。ですね。もうどうでもいいです。手が、で足の、そうだな、かかとを見つけますか。じゃあかかとはこうですよ、こう。あ、ほう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 、それは違う、あれ違いました。あ、じゃあ違くない。あ、合ってますで、つま先がそこに、つま先が、あ、もうそっか、これでもう確定なのか。はい、そっか。でもどっちでもいいんじゃん。あ、本当だ、同じ形。あ、あれ、くっついた。違う。私がこっちを持てば、あ、上に乗ってる。これでも離してもくっつかないやつですね、今。お、うん、あー、よかった。あ、あー、あ、まただ。まただ。はい、あ、さすがです。じゃあこれももうあんま考えなくていいんだ。ですね、足は考えなくてよくて、体とやっぱりリュックですね。うん、でやっぱりこれ真ん中で確定ですね。あ、確かに、うん、だけどもう一本あるのか。ただまだ、まあ、そうそう、まだつけれないから。白のリュック考えますか。うん、3×3 のリュックがあって、3×3 のリュックがあって、ここら辺を使う。横3本。あれできるか、これ。ねえ、ちょっと不安を感じてきました。3本でしょ？ちょっと回します。はーい。
で、これをここ、これここなんか入れちゃっていい？あー、確かに。こうすると考えやすいのかな。やってみますかね。はい。そうすればこれをここに入れるか、その角助さんの左にあるやつをここに差し込むかの二択なのかな。うん、ですね。こうなったとしたら上三個、下三、いやこれはちょっと、うん、ちょっと厳しいかもしれないですね。厳しいですね。じゃあこっちですか。こっちが入った場合。あれ？厳しいか？厳しいのか？これが2個余ってんだよな。そうなんですよね。そこがもうダメなのかもしれない。ダメかもしれない。もうないっすよね。もうないっすよね。ですね。あ。あ、違うか、これ関係ないや。あーですね。あれ、これで、まあもう置けるっちゃ置けるんですね、今突き刺したから。あ、そっか。うん、そっか、手前分は1個穴が開いてて、うん、そこを埋める何かも考えないといけない。あ、違う違う違う、これでいけるかな。せーの、はい、はい、お、入った。あ、いいですね。お、あ、いいね。はい、こうなって、で、足はそうなって、うん、足、つまり足大変だなこれ。つまりこうなる感じになっちゃうんですね。そうですね。いやー、もう無理がある気がする、後ろ側。うん、大丈夫だと思わない。大丈夫だと思わないよ。いやー、もう縦2本こうなってますもん。こんなこと。あれ、これ余るのかこれ。うそー、どうかも、余るかも。1、2、あ、余んないか。余んの1、2、3、切りたい、切りたい。なんて言ってるんですか。切りたいって言ってます。切りたい。こうなって、済みました。済みましたね。済みましたね。どっから考えるのがいいんだろうこれ。そうっすね。最初の段階で間違った気がします。頭ですよね、多分ね。はい、ですね、頭ですね、きっと。いやー、あー、一番最初に戻します。頭の丸みのある部分は合ってるんですよね、はい、とりあえずここですね、ここがそこです。うん、ここからです。で、手と足はもう置いとこう。はい、どっこい。あ、足は、あ、ですね。これは胸部分。顔の胸部分もあって、もう頭さっきと違うパターンで作って、うん、
やってみるしかない？やってみるしかないのかな。ねえ、だってね、先にこういうのつけちゃうと高さがきつくなるんですよね。ガノを先に組み上げたいんだけど。そう、体である程度、頭である程度作ってが一番ベストですけど、あ、ここの段差使おうと思えば使えるのか。そのための段差ですか、これ。あー、なるほど。じゃあ体ある程度組み上げちゃいますか、今回。うんうんうん、OK、よし。これがそれベースにしますか。ですね、これ基準で。これ基準ですね。肩があって、肩があって腕があって、あれ上がんない。あ、上がんない。あ、上持ってますね。ほい、うん。僕も肩で、うんうんうん。ありがとうございます。あ、やば。あ、ありがとうございます。こうか。はい。うん、こうですね。こっからが問題ですね。そうっすね。うわー、ミルクパズルですね。どうしよう、体と頭とリュック。うん、あ、邪魔だ。あら、そんなに後ろに下げちゃいます？あ、見てなかったです、全然。あ、そうですか。一応両方形が見えた方がいいかなって思ってたんですけどはい、ここぐらいで。うん、ここに 3×3 が丸っとあって、うん、ここが埋まればいいんですよね。そうですね。あ、違うな。足のね、そうそう、足関連も。これ、この分の一マス分があるのか。あとにしましょう。はい。ちょっと回します。はい。ここが懸念処理下はあるんじゃない。じゃなくて、あ、これが真ん中の付け根か。あ、右胸がまだ。あ、ほんとだ。右肩か。あれどこだ、これだ。あ、それだ。これ、あー、それはそこも確定ですね。うん、ふん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 。で、これは。ですか？それこの付け根ですね。付け根か、もうくっつけちゃいますね。はい。他に付け根のパターンはありえないですね。うん、ここに一個、左に一個なので、うんうんうん、残りはそこですね。はーい。あ、違う。あ、よし。
え、それの足どこ行きます？あ、それか。これです。よし、ノッポを上持っちゃうから厄介ですね。ちょっと難しいですね。あ、そっか。うん、チッピを持たないですか。常に下なんで、 あ、いや、持つことは持つか。頭の上ですけど、うん。さてここの一本がちょっと厄介なんですよね。ここに1個多めにあるところが、これはれどうすればいいんだ。だからいや、もう一段上ですね。そうですね、うん、もう一個上だから、ここにあれがそこに手、これが置ける感じになるんですよね。置いてここ1マスになっちゃうんですよね。1マスになっちゃって、こういうのが入る可能性があるんですよね。うわー、これは大変。大変。奥行きどれがいいかな。これがいいな。ですね。希望としてはこれがいいな。同じ形複数余ったらもうどうしようもなくなっちゃいますよね。あ、確かに確かに確かに。さっきみたいに。置いてみます、一回。ここまでは OK な気がしますよね。はい、一旦希望としてそれを置いてみて、あれどこだっけ、ここか。はい、でそこの付け根もよいしょよいしょ、はい、置いてしまって、うんうんうん、こっからですね。可能性のあるのはこいつと、あとは縦棒の2、あと横棒の2か。はい、あれ。なんか、あ、いいのかいいのか。うん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 、あ、いいのかいいのか。分かんなくなってきた。分かんなくなってきましたね。突き刺して、ん、縦棒しかない。いや、縦棒に、ここ、え、ど、あれ、どうされました。分かんなくなってきちゃったな。あ、でもそっかそっか、これもこれ突き刺すしかないんですかね。ここないかな。ない、もしくは、あ、それか、これをこう入れて、でもそれをそう入れちゃうと2本、縦2本、あ、そこか。あ、で、そこにまた突き刺せますよね、他のが。あー、突き刺しは上にピコッと出てる突き刺しをしてしまうと縦2が必要。あ、縦2もあるのか。いやー、でもこれ入る気が、あ、やばい、動けなくなっちゃった。そんな。あれあれあれ、もう手を離すしかない、もう。あ、よかった。うん、おお、で、こういうのがで、ああ、そうですね、そういうのもありか。やってみますか。ダメですか。ちゃんと、いやまだ何も考えは浮かんでないですよ。
やってみますか。これ刺して。こうなって、こうなって、こうなって。いやあ。ん。いやあ、頭と辻褄が合わなくなってきました、私の中で。頭か。でもこのこれをこの3つを体で使うのは絶対ですよね。あ、そうですね、それは絶対ですね。刺して刺して、いやあ、実は、こうなってこれあ、それ使いますか。これそれこれで、そうなってこうなってあんさんですからね。で、いやー、どうなってる？こうなってこうなってあーは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 ー、そっか、これ耳に使いたいなそうなんですよねこうなったらああなってなんだろう、付け根、あ、やりづらくなるかな、この足置いちゃったくなるけど、やりづらいな、それはさすがに、そうっすね。あ、そこがそうなるでしょ。でこうなって付け根はもう存在するんですよね。付け根は存在します。存在するんですね。その縦2本欲しくなりますね。なりますね。縦2本欲しくなる縦2本欲しくなる、あれ縦2本はやっぱり耳に欲しいですよね。
うん。お。ダメだ。ダメなことが終わりました。あれ。じゃあもうちょっと思いつくままにやってみていいですか。はい。あ、でもこれ使っちゃダメですよ。あ、それダメです。ダメですか。これは使う。どうだ。じゃあいいです。思うままに。こうする。はい。あ。ん？こうする。うん。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。よいしょ。あ、揚げ押し込みでも普通にいけるのか。あ、そんなことない。あれ、あ、いけた、いけた、いけました。いやでもなんか違う気がするんですよね、正直ね。あ、立てます。なるほど、こうです。するとあ、なんかあ、来たんじゃないですか、来たんじゃないですか、これ。こうか。あ、来ましたよ、やったやっぱこれ使っちゃダメじゃないですか、これ使ってなかったですあー、来ましたか。よし、まずは体と頭をくっつけないとダメなんですね。そうっすね。はい、あっち側からよいしょ、こっちに持ってくる感じで。これまあ前側にするか奥側にするかの考え方の違いだと思います。はい、回します。はい、あー、これは、あ、そっか、こっち側持たないとダメですね。そうっすね。そっちで上げってしてもらった方がいいか。乗って、うん、あ、いいですね。よいしょ。結構きついな、台があると言っても。あ、いい、うまい、うまい、うまい。回しまーす。はーい。うんうん。よいしょ。あれ？あれ？あれ？あ、あ、ナイス、いいところに落ちましたね。わ、完璧なとこに。よし。よし。じゃあ。あ、私が一番ここを持てば実はすぐ行けるのでは。あ、なるほど。お。よいしょ。取ったった。ここです。もう一回持ち上げ、あ、持ち上げお願いします。ここか。下げまたできないんですか。あ、下げできないですね。あれ、あ、下げって、下げって上げボタンもう一回ですよね。あ、違いますよ、 A ボタンです。あれ、あ、だったらもうずっとできてなかったです、ね、あ、なんだなんだそんな勘違いだとは。オッケー。あー、できた。あー、難しかった。よかったです。おーし。できたー、はあ。これで星2とか言われたらたまらないぞ。
あ、よかった。星さんでした。いや、何分やってんだこれ。44分。これ一動画ですね、もうまた。いやー、難しかった。縦長のこういうの、またミルクピラミッド、ミルクパズル、うんうん、失敗したらやり直しがきついですね。きついですね。失敗したくないですね、うん、これはね。覚えてないですもん、うん、よし、いや、できた、いけた、 OK です。はいはい、でここで一回切りますかね。切りましょうか。はい、あと2面頑張りましょう。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。